多分これね、アベプラで、俺、この後やると思うんだけど、俺、この話知った経緯が、うんあの、イオンシネマがオフィシャルで謝罪文を出したのよ。はあ、俺、まずそれから見たからね、イオンシネマのアカウントがお詫びみたいな、なんか,なんかその謝罪とか言って、弊社のスタッフが不適切な行動をして申し訳ないとか言ったえ、何の話と思うじゃん。うん、まあ、これあ、X の話だけど、公開アカウントで。 えー、認証マークもついてで、2万2千人フォロワーで中島っていう人なんだけど、<う>えー、プロフィールでタイタニックとアムロナミエとスリーツを愛するちょっとクレイジーな車椅子インフルエンサーって書いてあるんだよ。ああまあ、だ車椅子に乗って何か言う,言う人ね。で、あのーまあ、読みますわ、えー。久々に悔しい気持ちになった。今日は映画 52ヘルツのクジラたちを見てきたんだけどトランスジェンダーの人が生きづらさを抱え差別を受ける話でつらすぎて発作起きるくらい泣ける映画だったんだけどその後さらに泣けることがあったちょうどいい時間の映画がイオンシネマのグランシアターっていうちょっとお値段張るけどリクライニングできて足が上げられるプレミアムシートがある豪華な劇場で 4段の段の差がある席しかないところで見たんだけど今まで何度もその劇場に一人で見に行って映画館の人が手伝ってくれてたのに今日は見終わった後に急に支配人みたいな人が来てこの劇場はご覧の通り段差があって危なくてお手伝いできるスタッフもそこまで時間があるわけではないので今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うのですがいいでしょうかって言われてすごい悲しかった。 え、でも今まで手伝っていただいて3回以上ここで見てるんですがって言ったら他の係員に聞いたところそういった経験はないとおっしゃっていましてごめんなさいって謝られてなんかすごく悔しくて悲しくてトイレで泣いた52ヘルツのクジラたちのトランスジェンダーでやり場のない悲しさを抱える主人公と重ね合わせて余計泣いた W。こうう余計泣いたわらみたいになってんだけどなんでいきなりダメになるんだろう 悲しさを通り越して、今は行き場のない怒りに変わってきた。その時に言い返せなかった自分にも腹が立つ。イオンシネマの社長と話し合いたい。そいつ俺は嫌い。<laughs> まあだ合理的配慮だね、まさにね。うん。合理的配慮と踏んで、今回は多分言ったんだろうね、シャイニング。で、今まではその個人プレイでよくしてもらってたんだっていうさ、うん、そのありがたみ過去への、うん こんなにしてもらってるのにで今回はダメなんですかじゃなくて、あ前は、なんか特別扱いしてもらっていい思いできてたんだな。ですよね。うん。うん、ありがとう今まで逆に、うん、今回は普通だよねって思うのが俺は普通のスタンスだと思うの。そう思ってる人もいないんですよね、意外とね。えっ何いや、それいるのは外つくでしょそれをこの人の味方するんだろうなって。だってお前さ、やってやるよって。俺だってこの前、 自分で自慢するのもあれだけど、めっちゃ走って東部、登場者に行ったけど、プル,ルルルルってなったけど、なんか子供二2人用のベビーカー、俺、ちょもう、目も合わさずに、ただ持ち上げて、中に入れてあげて、ありがとうございますって言ったけど、なんかもう、鹿として逆に危ないやつかなと思ったけど、ゃやつよだからその映画にいるやつが、客が配慮して、お前が手伝えると思う。なんか、そこ、スタッフがやるとこですから、みたいな、世界線が、うん。 おかしくて普通に人として対応すりゃいいじゃんみたいな。だからその人もイオンシネマになんか頼りすぎっていうか、なんかあその前にもっと俯瞰で見て、こういうのを助けてあげられないぐらいみんな切羽詰まってる、やばい世界一線なんだ日本はと。なんかもっと冷静になるべきだと思う。他の観客のやつに言ってもいいじゃんっていうね。そう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 、助けてくださいって言えない、お前も。 お前もどうかと思うし、確かにえ何私お金払ってきてるんで、うん、お前ら、金、従業員が私をどうにかすべきだよね、みたいなスタンスがさ、新自由主義っていうか、なんか、ネオリベ的な、金払ってるからお前らがやるよね、みたいな,なんか。そうだよね、周りの客がやらないことに嘆けよって思うよな。うん、そう。でも本人が言うのも違うけど、 周りの人に手伝ってほしかったなっていう、なんか悲しみの嘆きならいいけど、周りの人間が手伝うべきだみたいなのも違うと思うけどね。<laughs> そうか、言い方だよね。<laughs> 声かけしたのかって話だよね。周りに行った人に。そう。お前がコミュショなだけなんだよ。そんなさ、映画見た後にさ、嫌、うん、な,なやついないだろ、そんな。<laughs> い,ない,いない、いない<あ>。な、うん、あ。いいですよって、そんなんで話すね、ねそんな、駅まで送ってけって言ってるわけじゃねえんだからさ。<laughs> 段差 <laughs> だけだからね,ねやるよお前のコミュニケーション能力に問題があるんだよ確かになそこに蓋をしてなんか多席化してるお前がどうかしてんだよ俺だってコンビニの段差だって俺手伝ってことあるあ偉いなあだから段差全然いけなくて押したこともあるしなんか 普通に動けない日本がどうかしてる。だからイオンモールを批判するのも、めっちゃそいつクソ、もう青ジャンプとしてクソサイクでそいつは。<laughs> 制度がおかしいみたいなさ、うん、この社会がおかしいって思えなくて、お金払ってるのに、この今までやってもらってた、この制度、今回もやってくれないイオンモール。 シネマがおかしいみたいなところに着地する時点でもうそいつの心の寒しさがあ溢れ出てるこれこいつすごいのかってねそこいつこの後ねでまあ、うん、結構これがバズったまあね俺に届くぐらいだから、うん、バズったわけだよねそしたらさなんか「すいません」と。でねあどういうこれすいませんかなと思ったらなんか。 すべてのイオンシネマがそうじゃないと思うんですけど、このまるイオンシネマ○○がそうであっただけで、私はここには二おと行きませんみたいな、その感じっていうい別に行かなきゃいいじゃんって思うけどね。そうそう。それを真に受けてさ、やっぱ文春法じゃんけどさ、それを真に受けて謝っちゃうイオンシネマもクレイジーだよね。<laughs> そうなんだな、企業はこういうときにとりあえず謝っとくんだろう でも、まだ経営判断としてはそうなんじゃない結局、まあ、俺らみたいな人間は、謝るなんてどうかしてるって思うじゃん。うん。でも、世の中は、謝ったことによって、なんか、その、そっち側をなだめるし、謝るなんてなーっていう人いないでしょ、そんなに。とりあえずなーみたいな。そう。それもダメだよね、もう。く,くそがくそを、なんか、塗りたくり合ってるみたいな。<laughs> ごまかしてんだよね。う <laughs> <あ>ん。本当そうとりあえず、次の、 お客さん集客できるためにとりあえず謝っておけばまあキャンセルカルチャーみたいにはなんないだろうとうんとりあえず次の上映も足運んでくれる人がいるだろうってそのどっちも浅ましさなんか見たところすごくなんだプレミアムシートで豪華でなんか足上げれるみたいな結構ラグジュアリーを買って自分からそこに行って 映画を見てで、そこのちょっとの階段を手伝ってもらえないことを、トランスジェンダーの人もそれと一緒にすんなよっていう、<laughs> なんか、それ違ううっていう全然違うよ、ね、全然違うと思うの、この映画ってそういう映画なのかなって逆に思っちゃうよね、なんかね、怒るよね、この映画の人も。いや、そういうんじゃないけどねっていうそう。でも、だったらなおさら、その社会っていう障壁があるっていうなら、 そのイオンシネマじゃなくてその社会に起こるならわかるのこんな社会ってやっぱちょっとおかしいよねって起こるのはわかるんだけどその日本を憂うとかならわかるのそのトランスジェンダーがうまくいききれないことに対して社会の前提がおかしいのかもしれないっていう疑いを持つならいいけどなんかそれは分かってますけどなんか企業を規範に行きますみたいなすげえピンポイントで行く。 そううなんかずれてるよね。論点自分でずれてるっていうか。ほんとそうだよね。しかもなんか、障害者だけが人生辛いと思うなよってもう。<laughs> 何それ。みんな辛いんだよみたいな。いや、こいつにとってはマジでラグジュアリー買いに行ってくからね。うん。経済的によ。まだねがめれない人だっていますよ。そうだよ。ほんとみんな被害者面。これね、SNS だと結構ね、 この人の見方する人、割合的には少ないかもしれない。そうなんだお前がわがままだっていう人って結構多いの、確かにリップとか。えー、まあこれはこれでね、クソだなって思うのは、どっ、ねうん、かなんとか言って、そういうふうに言ってるお前らって、結局現場で生で見たら、やってあげるじゃんって思う、うん。ああ、そうだね。SNS 上だからこういうこと言ってる。理論上は否定してるんいけど